Cześć, jestem Akali. Dzisiaj będziemy słuchać historię o Sara. Co ona robiła w przeszłości? A teraz, co ona chce robić w przyszłości? 私の物語。私の名前はサラです。今日は自分のことについて話します。私は7月8日にイタリアのボローニャで生まれました。私が4歳の時に弟のシモネが生まれました。2年後、私たちはパルマに引っ越しました。子供の時、私は弟とバドミントンをするのが好きでした。大きくなったら学校の先生になりたいと思っていました。高校生になって、私は日本のお茶を初めて飲みました。とても美味しかったので、私は日本の文化に興味を持ちました。高校で日本語を勉強しました。一番好きなクラスでした。でも数学は好きではありませんでした。17歳の時、初めて日本に旅行しました。また来たいと思いました。大学はナポリの大学に行きました。日本文学の勉強をしました。高校生の時から日本のお茶に興味があったので、お茶の勉強も始めました。大学を卒業しましたが、仕事がありませんでした。でも、日本の大学で3ヶ月間文学の研究をしました。日本人にイタリア語も教えました。私は今、翻訳の仕事をしています。しかし、将来、お茶のお店で働きたいです。そのために近い将来、日本の静岡でお茶の勉強をするつもりです。Czy macie jakiś plan na przyszłość? Mam plan poprawić swoje języki i śpiew. Dziękuję za oglądanie tego filmu. Pa, pa!